木のすみかチャンネル。皆さんこんにちは。木のすみかチャンネル小林です。今回は木のすみかの質問コーナーってまたやれって言われますが、今回は何でしょうか。質問なんですけど、家作りってまず何から始めた方がいいですかっていうのが来てます。すっすごい難しい質問ですね。何から始めるって本当難しいところだと思うんですよ。特になんですけども、今この SNS、 皆さんも今 YouTube ご覧になっていただいているかと思いますが、 Instagram、 YouTube、 TikTok、 Facebook、 ホームページみたいな形でネットにも情報はあるし、あとはやはり本、雑誌とかっていうのもあると思うんですよね。まず初めに、なんで私今それを並べたかっていうと、初めは自分の好みのタイプを見極めてください。これ何かっていうと、まあ一番はインスタグラムとかってなってくるかと思うんですけども、インスタや YouTube でこの工務店とかこの感じすっごい好きだよねっていう自分の好きな方向性を知るっていうことがまず一番最初に大事かなと思います。バーってこうネットで見てもいいと思いますし、あとはやっぱりこうルームツアーで、あ、こんな雰囲気いいなっていうのも一番の取っかかりっていう部分だと、そこでここがいいなっていう方向性が出てくると思います。なのでまずは情報を集める、自分が好きなものってどんなものっていうところを知るっていうところが大事かなと思いますね。でそこから次のステップっていうところだと、絶対に皆さん本物を見てください。例えばなんですけども、やっぱりモデルハウスだったりとか、あとは完成見学会、こういった実際に自分たちが行って体感ができるっていうところ、そこを見ていくっていうところが大事になるかなと思います。モデルハウスと完成見学会、この2つを見る時の注意点をお伝えできればなと思います。これ何かっていうと、モデルハウスって、まあ、言ったらよく常設って言われますけども、いろんなモデルハウスあると思います。メーカーさんだったりとか工務店さんが出されているモデルハウス、モデルハウスはめちゃめちゃいいんですよ。なんでかっていうと、そのモデルハウスってできるを詰め込んでることが多いです。例えばよくオプションって言われるようなものも全てフルオプションで入ってたりとか、これもできます、これもできますっていう自分たちのできるを詰め込んでるみたいなこともあるので、モデルハウスを見ていいなって思うのってすごいいいと思うんですよ。ただ実際にいつも建ててる建物との差がないかっていうところを見るのも大事かなと思います。じゃあ逆に完成見学会はっていうと、木のすみかも完全注文住宅っていう形で家づくりの方させていただいてますが、完全注文住宅の場合って、そのお客さんのいいな、住みたいな、暮らしたいなっていう住宅を設計士がデザインして建ててたりするので、自分の中でドンピシャじゃない間取りの場合があります。なのでこういったところは、あ、こんなところもあるんだっていう気づきにする方がいいのかなとも思いますね。逆にモデルハウスとか建て売りの分譲住宅とかってあると、それに関してはよく不特定多数、多くの人が住みたいなって思うような建物が多いのも実態です。なのでそういったところで素材感的にこんなのもできるんだって夢を持てるモデルハウスをご覧になっていただくっていうのも大事だと思うし、あとは実際に住まわれるその標準的なって言い方の方がいいかもしれないですが、建物っていうのをご覧になるっていうのが大事かなと思いますね。ってことはモデルハウスや見学会に行くってことが大事なんですね。そう、まあ最初の取っかかりっていうところではそこがいいのかなって思います。ただこれ注意してください。モデルハウスと見学会だけじゃわからないっていう情報もやっぱりあるんですよ。なんでかっていうと、見学会やこうモデルハウスってどうしてもその完成物件だったりとかモデルっていうところでお話ししたりするので、話せる内容っていうのがどうしても絞られちゃう時が多いんですよね。例えばなんですけど、イベントに関してもよく言う自分の知りたい情報を
知れるイベントっていうのもあったりするんですよ。そこをちゃんとしてるかどうか、やってるかどうか、教えてくれてるかどうかっていうのがすごい大事かなと思います。何かっていうと、例えばなんですけど、やっぱり家を建てるっていろんな自分のこだわりってあると思うんですよ。そのこだわりって何かって言ったら、デザインがいいよとか、素材関係が好きだなとか、あとは最近だと性能って言っても、構造なのか断熱なのか耐久性なのかとか、いろんな性能があります。まあ、あとは価格っていうところもあると思うんですよね。これっていうのを皆さんの中で知れるイベントっていうのがやってるかどうか、そこに行けるかどうかっていうのが大事かなと思います。例えばお金のセミナーだったりとかって、いろんな会社さんでやられてるかなと思いますが、今ってそれだけじゃないじゃないですか。やっぱりお金のことも大事だし、それ以外のことも大事。じゃあそれ以外のことを学べる勉強会ってどんなのがあるのっていうのもあります。じゃあそこで自分たち、例えばなんですけども、これが大事だよっていうところ、それを見極めていって、その答えを教えてくれるかっていうのが大事かなとも思いますね。で、これは例えばそれ専用、お金のセミナーとか専用じゃなくても、最近だとよくコンセプトセミナーって言われる、その会社さんの大体を知れるセミナーだったりとか、日の住処の場合だと無料相談会だったりとか、あとは設計勉強会、そういったところに参加していくっていうのが、その次のステップになるかなと思います。そこで自分たちの求める数字、例えば素材感で言うと、ちゃんと柱は無垢の柱を使ってるのかなとか、柱のサイズはどうなのかなとか、あとは壁の素材感、珪藻土なのか漆喰なのか、ビニールクロスが標準なのか、床だったりとか天井、そういったところっていうのが何が標準なのかなって知れるであったりとか、あとは性能的な部分ですね。断熱性能、日の住処ではおすすめ、私は G2 ってお伝えしていますが、 G2 になっているのかとか、耐震等級は3なのかとか、あとは C1 は 1.0 以下なのかとか、そういったような平均値だったりとか、その会社さんっていくつなんですよっていうのをちゃんと教えてくれるかどうかみたいなところっていうのは大事かなと思います。その数字的な部分、素材的な部分、あとはデザイン的なところですよね。どこまでできるのって、注文住宅って言ってるけども、完全注文住宅で全部を決めれるのかどうか、もしくはこれだけはもうダメなんですよとかっていうのもあると思うんですよ。そういったところっていうのがどこまでできるかっていうのを聞ける勉強会だったりとか、あとはそのトータルバランスにした時にいくらぐらいなんですよっていうのを教えてくれる、そんな勉強会だったりっていうのもあると思うので、そういったところに参加されるのがいいのかなって思いますね。そしたら日の住処のおすすめのイベントって何ですか？ベストモデルハウスはすべてグッドデザイン賞を取ってるので、グッドデザイン賞を取ったそれぞれのモデルはもちろんおすすめです。で、完成見学会もやっているので、そちらもおすすめなんですが、先ほどお伝えしたみたいに、自分たちの知りたい情報を聞けるっていうところだと、日の住処だと無料相談会になりますね。で、無料相談会って聞くと、何聞いていいか分かんないんですけどっていう方結構いらっしゃるんですよ。もう本当に身構えないでください。何かっていうと、例えば自分たちの聞きたいものが決まってて、これを聞きたいんですって来ていただいても大丈夫です。何かっていうと、日の住処の無料相談会の場合って、我々設計の方がご対応させていただくんですよ。なので、知りたいところだけを聞きに来るっていうのでも全然問題ないです。逆に聞きたいことないんだけどっていう場合には、日の住処で建てる場合って、例えばデザインってこんなんですよとか、素材感ってこんなんですよ、こんなんが標準ですよとか、あとは性能のことだったりとか、私がお話しするのはやはりそこからお金のことだったりとか、建物の金額だったりとかっていうのを皆さんにお話しするっていうこともできますので、日の住処のイベントでどれに行こうかなって悩んだ時には、まず無料相談にご参加いただくのがいいのかなと思います。これはどんなでも大丈夫です。例えばモデルハウス来て、あ、これだったら日の住処で建ってみたいなって思ったら、そこから無料相談でも大丈夫ですし、無料相談会っていうのは基本的にモデルハウスでしますので、その時に一緒に無料相談とモデルハウス見学一緒にしたいよっていうのでも全然大丈夫なので、知らない方も
知識がたくさんある方もご参加いただくっていうのが一番いいのかなと思いますね。これ相談会なので別に立てる立てないはどっちでもいいと思います。自分の疑問を解決しにお越しいただくっていうところでもいいのかなと思いますね。やっぱり最近だとどうしてもこうお子さん小さかったりとか、あとは埼玉県群馬県以外にお住まいの方、木の住みかで家を建てたいよっていう時に、その無料相談会に来れないんですけどっていう方もいらっしゃるんですよ。その場合には Zoom だったりとかで皆さんにお話しすることも可能ですので、ぜひご連絡をいただければと思います。なのでウェブ開催でも大丈夫ですし、完成見学会、モデルハウス、あとは無料相談会、それ以外の各種イベント、じゃあ各種イベントって何っていうと、無料相談会でお話しする内容をより細かくお話しするっていうイベントも火の住処では開催してますので、ぜひ皆さんご来場いただければなと思います。はい、ということで今回は建物づくり、住宅づくりって何から始めればいいのっていうご質問についてお答えさせていただきました。この動画がいいねと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今後もこういったような形で皆さんのご質問についてお答えさせていただければと思いますので、ぜひコメント欄の方にご記入の方よろしくお願いします。またのご視聴お待ちしております。ありがとうございました。